こんにちは、レイセンです。今日は5月20日水曜日になります。絶食766日目、フルータリアン実験会には10日目です。天気は晴れですね。現在時刻は午後4時5分前ってところです。今日まず朝は晩餐でフレッシュジュース作って、その後その後買い出し行って、でトヤミックスだねの材料買ってきます。でまあ夜はトヤミックスでやって、どっかで甘夏のフレッシュジュース作れたらなって思ってるところです。そしたら絶食766日目、始めていきます。今日のフレッシュジュース作っていきます。河内晩柑2個で 572g です。そしたら始めていきます。400ってとこですね。したら飲んでいきます。したらちょっと買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。あれ作っていきます。オリジナルを300、買ったのはこのオリジナル2本とアップルサラダ1本、あと有機豆乳1本ですね。で有機豆乳を1本、200したら飲んでいきます。で次入れていきます。アップルサラダを300と有機豆乳200、で、粉唐辛子を9回、で、七味を9回。で、ブラックペッパーを9回。そしたら飲んでいきます。次入れていきます。オリジナルを300。有機豆乳を200と粉唐辛子を9回と七味9回とブラックペッパー9回したら飲んでいきます。次入れていきます。アップルサラダを300と有機豆乳を200したら飲んでいきます。次入れていきます。オリジナルを400と有機豆乳を100から飲んでいきます。次入れていきます。アップルサラダを400、したら飲んでいきます。で次入れていきます。オリジナルを500、したら飲んでいきます。で次入れていきます。オリジナルを500、したら飲んでいきます。これいちごラズベリー飲んでいきます。甘夏2個で 897g です。これで作っていきます。
550ってとこだね。したら飲んでいきます。おはようございます。もう午後3時5分前ってとこですね今。一回ね朝起きたんだけど、一回ってか何回か朝起きたんだけどね、気持ちよくって寝ちゃった。今日涼しいね。したらもう計測の方入っていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、67ですね。で血圧測っていきます。108-73です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は6時間半ほどとっています。午後8時から8時半までの30分間と、翌日午前5時半から7時までの1時間半、同じく午前9時から午後1時半までの4時間半で合わせて6時間半ってところです。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度午後3時半頃計測で26度。湿度は 28% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 3330ml、 豆乳は900です。果物ジュースは0。果汁1回目午後4時ごろ、天草晩柑 572g で 400ml。 2回目翌日深夜1時40分ごろ、甘夏 897g で 550ml、 合わせて 1469g で950ミリですね。水は500になります。合計が 5680ミリリットル。水500のため実質は 5180ミリです。なので今日は 5.2 リッター絶食です。昨日よりちょっと増えちゃってますね。昨日 4.6 だったんでね。で塩ヌチマースは 5g、 ターメリックは 0.3g で、香辛料はありってところです。尿回数14回出てて、濃さはかなり薄いのと完全無色。量は、少ない時と平均的な量の時がありました。大便が今日1回出てます。午後4時25分頃、明るめの褐色で、太バナナ状で20センチ、プラスチューブとバナナ状で10センチ、プラスソフトクリーム状で100ミリぐらいってところです。やや柔らかめで匂いは少ないです。おならたまにありで、匂いは少なめです。まあ匂いはね、ほとんどないんだわ。まあおなら自体も少なかった。今日たまに出たぐらいで少なくって、匂いもね、ほとんどなし、ちょっとあるかなっていう、そんなところですね。で、今日の計測時刻は午後3時頃に計測してます。昨日と全く同じですね。昨日と同じ時間に測ってます。体重 57.20kg、 昨日に比べてマイナス 0.2kg の減少です。なんで体重ちょこっとだけ減ってますね。 BMI 18.1 で変化なし。体脂肪率 12.0% でこれも変化なしです。珍しいね、体脂肪率全く変わってないっていうね。血圧 108-73、 最高血圧プラス5、最低血圧マイナス2なんで、血圧はなんか若干上がってますね。若干
だけどまあこの血圧だったら上がってくれた方がいい、120に近づいてくれた方がいいもんで、ただ今日内回す 5g しか取ってないんだけどな、で脈拍66でマイナス15、ウエスト67センチで5ミリの減少です。まあウエストは測り方じゃないかな、体重減ってるからまあ多少ウエストも細くなってると思うけど、で今日の気づき、まあまず今日野菜ジュースに関してはオリジナル2本とアップルサラダ1本で、あといちごラズベリーですね、アリパック飲んでる。で豆乳は1本ですね、あの有機豆乳1本900で、果汁は天草晩柑と今日は甘夏使ってて、甘夏に関してはね、まあ夜中深夜1時40分頃に作ってるんだけど、まあちょっとだけ100ミリぐらいかな、100ミリぐらい飲んで、でもう寝ちゃったっていうか、まあ布団に入ったんだわ。で朝だね、朝何時頃だったかな、9時ぐらいだったかな、そのぐらいの時間に起きて、で残りを飲んでる、朝ね残りのまあどのぐらいか300以上、300か350ぐらいかな、のフレッシュジュース甘夏ね、とあとあのターメリック入りの塩水、これを200ぐらい飲んでます朝ね、まあ、この辺がもしかしたら血圧に影響してるかなってところです。明日まだやれてないんだけど、電球だね、電球、新しく買った電球の紹介しようかなと思っていて、なかなかできてないって。めんどくさくってね。明日にはちょっとやっとこうかなと思っています。簡単にね、簡単に紹介だけ。こういう電球買って、まあ、つけましたよって。よかったらまた、話すよっていう。まあ、そのぐらいのことなんだけど。撮影用の電球だね、中高色、電球色みたいなオレンジじゃなくて白っぽいやつだね、白っぽい電球買ってるんだけど、まあ、撮影にはねそっちじゃないと使えないっていうか、そっちの方が明るく綺麗に映るもんで、まあ、その辺の紹介を簡単にやりたいなと思ってるのと、あと明日はねもうフレッシュジュースでやろうと思ってます。一応ね天草晩柑と甘夏混ぜてやる予定です。それぐらいですね。ちょっと魂に従ってやるっていう形で、で今後なるべくトヤミックスだね、トヤミックスはまあ減らそうと思ってます。なるべくまあなしにしたいっていうか、どうしても必要なと思った時は取るけど、まあ、なるべくなしにしたいと思ってるんで、まあ、ゆっくりゆっくりフレッシュジュースに慣らしていくんだけど、まあ魂に従ってねやっていくってところです。まあそれぐらいですね。そしたら、絶食766日目、完了です。それではまた明日。